皆さんこんにちは、しょりみちゃんのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はもうね、もうお正月も冬の終わりということでね、こちらのセザンヌのね、福袋っていうの、詰め合わせだね。でもまあ福袋っぽい感じよね。もうね、売ってたので買ってきました、うん、毎年この時期になるとねはい、こういうの出るよね。はい、出ますね。はいはい、ということでね、早速こちら A と B で、あの入ってるものが違うんですよ。はいはい、ということでね、両方買ってきたので、まず A から開けていきたいと思います。はい、 A はね、確かね、あのね、あのまつげのあれ美容液みたいな、そういうのが入ってた気がする。確かに、確かに私が持ってなさそうなものがたくさん詰まってた思いがあります、うん。これ一袋ね、700円ぐらいでしたね。はい。お、まとまって入ってんだね。そうですね。おお、やっぱ入ってるね。ね。このまつげ美容液。はい、じゃあちょっと一個ずつね、さっとなんですけど、見ていきましょう。はい、ちょっとカメラを。私セザンヌ全然使ってないわ。え、ね、持ってるよね、でもね。持ってるみたい、持ってるよね。そんな全然使う。キャンメイクはキャンメイクの方がやっぱ多いよね。使うね。うん、セザンヌもね、めっちゃいいんだよ。そうなの、うん、まずあの覚えてた通りのこのまつげ美容液、はい、はい、と、あとピンク系だってリップ。おー、いいね、ピンク系。ちょっと開けてみようか、リップは。なに、色わかんない。ん、え、ちょっと待って、色何番？ PK13 PK13、お、かわいい。ちょっと待ってください。あ、かわいい。いいじゃん。いいですね、ピンク。私この色違い持ってる。そうだね。はい、次、あとね、眉マスカラですね。はい、私使ったことない。そうだね、まだ眉毛はそのまま、ね、描いたこともないし、ママがね、使います。はい、ちょうどね、眉マスカラね、欲しかったの、うん、なくなりかけてたの、使ってんだけどね、うん、次、アイシャドウ。おぉ、ね、私この色あんま使わないかな。そうだね、大人っぽいね。はい、大人っぽいですよね。はい、キラッと、うん、大人ラメということで。まあでも、もう少ししたら、まあ、スクールメイクみたいなのをするかもしれないけど、そういう時にはこういう落ち着いたアイシャドウとかがいいかもね、うん、こうピンクとかにはできないじゃん、シーンが一応使って。ピンクっていうアイシャドウはちょっと使えないので、こういうね、茶色っぽい、ほんとシンプルなのを使う日がしーちゃんも来るかもね。そうですね、中学生、高校生になったらね、はい、バレないようにでしょ。そう、バレないようにスクールメイクってこう、うっすらみんなメイクしていくのよ、おしゃれしてね、そういう時に多分こういうシンプルなものが使うことになると思います。はい、次はですね、こちらのファンデーションですね。あ、ファンデーションもまだしほちゃんはちょっとね、使わない、使ってないですね。まだ使ってないですよね、うん、でもこういうのからね、始めて行ったらいいかなと思いますね。はい、はい、ということで、はい、A は以上でございます。はい、全部5点、ね、そうですね。これで700円はすごくない？そう、やっぱ安いよね。安いね、5点ですね。はい、じゃあこの5点がね、入っておりました。はい、じゃじゃん、 B です。はい、じゃあ B です。同じのもあんのかな、私あったかな、ごめん、私そんな見てない。一緒だった気がする、ピンクだった。お、B はこんな感じで、ほんとはリップ一緒だね。ね、一緒だよね、番号も一緒。番号も一緒です。まず一つ目が、はい、こちらのマスカラですね。あ、はい、さっきはまつげ美容液だったけど、今回はマスカラですね。私マスカラとかそういうのも使ったことないですよ。そうだね、マスカラもまだね、まだいいでしょ、うん、感じで、次にね、こちらのアイシャドウ、うん、このピンク可愛くない？え、これアイシャドウなんだ、ほんとだ、クリームアイシャドウ、
かわいい。でもしおちゃんピンク好きだからね。ね、使えるかも。使えそうですね。使えるね、これ。うん。え、かわいい。使います。で、あと、さっきのね、色違いバージョンで。うん、とね、違う番号のやつですね。キラッと大人ラメですね。ほら、さっきよりちょっとピンク目みたいな感じで。はいはい。はい。これはママも使いますね。そうですね。はい。で、またさっきと同じ番号も全く一緒ですね。番号も全く BK13 3全く一緒で、はい、全く同じやつですね。で、ラストがフェイスパウダーっていうのかな。はい、フェイスパウダー、これ。うん、 OK、 フェイスパウダーですね。はい、すごい。02番。02番ちょっと開けてみようか、どんな感じかな。フェイスパウダーはしほちゃん使えるからね。マジ、まあ、ちょっとこう使ったことな い、うん、いいかな。お、いいじゃん。かわいい、めっちゃかわいい。おー、ちょっと待って、鏡今もこんな感じで。なんかさ、あの、うん、キャンメイクのさ、マシュマロフィニッシュパウダーだっけ、うん、あの有名な、あ、有名だね、まあ、あれからなんかみんな入るじゃん、ゃ、うん、初心者っていうかさ、うん、あのね、あれめっちゃ有名だよね。私でも知ってるもん。そうだから、それと同じようなパウダーだから、これでもいいと思う。同じ、ほら、シルク肌だから。そっか、うん、これもしほちゃん使えると思います。これはそう、うん、ファンデーションはちょっとやりすぎだけど、少しこうパウダーをポンってやるぐらいだったら全然いけそうですね。はい、かわいい。それば、つけるから。ちょっと、ね、映ってなかったのをいいことに。あのですね、聞いてください。ここがね、取れました。本当今びっくりしちゃった。唖然としちゃったよね。ちょうど映ってなかったと思うけど。映ってたら多分スローモーションとかやだな。大丈夫。多分映ってなかった。よかった。ね、よかった。映したけど。よかった。はい、じゃあこっちが B ですね。はい、 B はこちらの5点が入っておりました。はいはいはい、ということで今回はね、セザンヌのハッピーバッグということで、はい、 A と B を開封してみました。はい、ね、すごいいいですね。はい、これ全部で、これ全部で700円とか、2個あるから1400円か。超お得、安いよね、安いみたいな。はい、お得です。はい、ですのでね、うん、皆さんもぜひこの商品に巡り合えたら買ってみてください。はい、どこにあったかな、たまたま行ったお店にあったよね。たまたまイオンの中の、はい、そうです、食品の方に。そうです。あ、じゃあちょっとついでにこれもね。そうなんです、買いました。じゃじゃーん、ニベアの福袋ハッピーセットで、ハッピーこれも福袋っていうのかな、福袋でしょ、これも。これもで、あの去年は、うん、あの大きい缶、そうですそうですそうです、だったんですよ。リベア缶買ったよね。まだありますよ。そうだね。でその缶だったのが今年はね、なんか袋、このニベアの袋で、袋も袋で可愛いということで一番綺麗な袋を選んでまいりました。はい、もう3つくらいしかなかったよね。ね、本当に、うんうん、ということでこちらもね、紹介していきましょうか。じゃあまあ全部ね、で、あの入ってるものを分かってるんですけど、出してみましょう。まずね、一つ目がね、うん、このボディミルクですね。あ、これ去年も入ってたよね。これ去年も入ってた。はい、使った？使ってないんだ、ボディミルクは。たまに使うぐらい、気分に使うぐらい。なるほど。いい気分の金曜日。いい気分の金曜日とかに使う。2ヶ月に1回ぐらいしか使ってなくて、まだあるんですけど、うんうんうん、予備ということで。はい。で、ね、続いてこちらがハンドミルク。何これ。これあのすごい、前回はあのなんかおまけみたいな感じでね、うん、ちっちゃいのついてたはず気がしたんですけど、今回すごい、ちゃんとボトルで濡れた手に使ってさっと流す、洗うタイプのハンドミルクだね。そうですね、すごい、すごいね、持ってなかったから。これは下でみんなで使いましょう、うん、はい。でね、次にこちらの、はい、ニベアのリップでございます。はい、ちょうど切らせてたの、うんうん、ちょうどよかった、これは本当に。はい、だからニベアのやつ切らせてて、うんうん、それで最近ずっとワセリン使ってたんですけど、うん、こういうリップ型のね、リップがなかったのよ。
超嬉しいです。よかったね。今もう学校でもね、必需品になりつつあるからね。でね、ラストがこのニベア缶ですよ。もうニベアって言ったらこの缶でしょって感じで絶対これ必須ですね。ですよね。しほちゃんといえばニベアもう学校でもさ、ニベア使ってて、うーん、私、あ、なんかニベアの匂いするとかよく言われる、学校でもあ、ごめん塗った、塗るとか言ったら、あ、いいみんなに拒否られる、いつも拒否られるっていう。そうなんだ。はい、はい、ということでね、これはまあおまけでした、今ね。はい、これも一緒に買ったんですけどね。今度これ持ってこう。うん、学校に持ってきな。はい、はい、はい、ということで今回はね、あのセザンヌと、まあ一応ニベアニベアのハッピーセット袋をね、はい、紹介してみました。はい、ハッピーセットって言うとなんかマックみたいだけどねハッピーバッグね、ハッピーバッグ、ハッピーセットラッキーバッグだ、全然違うセザンヌラッキーバッグでした、名前全然違う、みんなでハッピーセットとか言ったマックじゃん、マックかよってラッキーバッグでございました。はい、ラッキーバッグでした。はい、ということで、それではバイバーイマックかよって感じ